メロハイプはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンジェルス出身のオルタナティブヒップホップデュオ。メンバーはホジービーツとレフトブレインの二人でタイラーザクリエイターが主催するヒップホップコレクティブオットフューチャーのメンバーでもある。2006年ホジービーツとレフトブレインが出会いコラボレーションを始める。メロハイプではレフトブレインがプロデュースホッジービーツがラップを担当した。 2010年2月24日、ベロハイプは、オッドフューチャーのミックステープ、ジェロハイトでデビューした。10月31日、デビューアルバム、ブラックンドワイトがリリースされた。2011年7月12日、ファットポッサムレコーズから、ブラックンドワイトのリマスターバージョンがリリースされる。2012年10月9日、2作目のアルバム、ナンバーズがリリースされる。 2013年4月20日、ホッチーとレフトブレインは、新たなメンバーにドモジェネシスを迎え、メロハイとしての楽曲、トラブルソム2013をリリースする。10月31日、メロハイとしてのアルバム、メロハイをリリースした。2014年7月4日、メロハイプは、ミックステープ、インサをリリースする。2015年1月18日、ホッジービーツは、 メロハイプの解散を発表した。ホジービーツとレフトブレインは今後も一緒に音楽を作り続けるがメロハイプという名前ではなくなると述べている。2017年2月6日メロハイプはレフトブレインエスマインドボーンボリューム1で再結成した。ありがとうございます。